どうも山田です。はい、本日はですね土曜日なんですけども、この土曜日のタイミングでですね、そう新イベスタートしました。今日からですね、入手できる、ポケモンにですね、モンメルとかクルミルとか、あとはエモン君が、はい、ちょっと変な髪型しましたけども、とうとうがねいますね。なんかすごいなんか光の感じあれだもん、なんか夕方みたいに見えるな。早朝でございます。今日からですね、入手できる野生のポケモンたちいろいろいるのでこいつらね捕獲していこうと思いますが、なんかねどうやらエモンガがねちょっとハードル高いんだって。なんだってよいしょ。ということで、ちょっとエモンガ捕獲に苦戦しそうだなと思っていたのですが、ちょっとこちらの映像をご覧ください。出たセミ、うるせー。しゃあマスト、こいつの捕獲はマストやで。ういよっしゃあ一礼二礼よーしー、エモが逃げたぜ。ということで、エモンガゲットぜ。なんかね、今回まあ野生のポケモンもそうだし、卵も割りたいし、あとレイドバトルもやりたいということでね、まあ、地元がちょっと離れた方にね、いつも通り来てるんですけれども、もう家の目と鼻の先でね捕まえちゃったね。びっくりした。いやでも今回多分ねハードル高い側なんで、まあ、よかったです。早めにこいつがね獲得できてねよかったです。はい、ということでですね、まあ、ちょっといろいろやっていこうと思うんですけども、この段階でですねやっぱもう7玉割れそうなんですよね。今日から7玉の中身も入れ替わってますので、ちょっと見ていきましょう。7キロ玉がもうちょっとね、歩くと割れそうだったので、少しですね今日から来ているポケモンたち探しながら卵割っていきましょう。でですねこいつですね今日ね、はい、ダンゴロが今日から色違いが取れるということで、ダンゴロの色違いもね、やっぱね早めに取りたいね。取れっかわかんないけどね。よし、ちょっとね、もう早朝ということでね、人どこみたいな感じの場所に来ちゃったな。まあまあこっちの方がねかえってね撮影もしやすいということでね、まあ、やっていこうか。いやにやばい、めちゃめちゃ出てるね。これモンメンだよね。結構いるから少し探していこうか。よっしゃ来たーい。あ、違うポケストじゃないよ、お前だよ目当ては。よっしゃ捕まえていく。オッケー、そしたらモンメンどれくらいの捕獲率だろうね。よいしょと、あ、結構大丈夫。はい、あ、バカこいつはね進化のためにね飴欲しいので、まあ今ちょっと銀パイル、あのひよって銀パイルにしちゃいましたけど。一例、はいはいはい、二例三例、はい、ガガガガス。はい、ということで本日実装モンメンゲットぜ。いいでしょい、あっちあっちよ。はい、オーケー、登録完了です。そうこいつね太陽の石もね必要だからね、飴と、まあもう太陽の石はでも一応あるんでね、まあ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 別に何とでもなりますよ。よし、そしたら次のニアバイはお前か。よし向かおう。よーし派遣来たぜクルミル。いや可愛いなクルミル、やっぱこれなんか、いやなんかこれ昔さブラックホワイトで見た時よりもこのポケゴーのこのなんかこの正面の感じ、なんかこっちの方が可愛い感じだ。うー、可愛い。それじゃあゲットしていくぞ。ちょっと待って、この子すごい、なんか昔はもうちょっとこう虫、まあ、可愛いけどちょっと虫的だなっていうのでそんなになんかこうグッと来なかったんだけどね。いやいいぞ、なんだこの丸っこい顔、丸で口も丸っこいじゃん、丸の中に丸がある感じ、なんかドラえもん的な可愛さを感じる。うお来ました、可愛い、まあ、丸っていうかちょっとこう欠けてはいるけどね。で、とりあえず、まあ、新規のポケモンたちにヤバいに出なくなったんだけども、うん全然いらせ、あれおいや真実装たちの数ちょっと少ない説ですか。まあ、うん、まあまあ雨欲しいんだけどな、まあ、もうちょっと歩いてみるか。いや
朝活気分よマジで。いや、やっぱね、朝と夜だな。なんかその動くにしてもね、うん、日中外は本当にね倒れちゃうよ。だって今日さ、東京が36度あるけれども、他の都道府県もっと全然暑いところがあってさ、もうダメ、もう室内でも熱中症になるんだからさ、もう絶対だから、もうマスクとか余計ねあれだからさ、熱中症になりやすくなっちゃうからさ、気温が上がる前にね、室内、遠距離リモートレイド、うん、あと一皮の招待受けるとかね、ちょっとそっちメインにね切り替えようと思っております。ぼちぼち卵割れるかな。よし、おやった、それではですね、今日の5時以降、まあ、つまりは今回のイベント対象のポケモンたちが生まれる可能性がある7キロ卵キューレでございます。いやー、すでにじんわり、顔汗ばんでますね。あっちーの、ほんとに。じゃあ割っていきます。せーの、1個目ドン。さ、1つ目は一体何が生まれるんだいと。おお、いいじゃん、いいよ。まあまあ、ぼちぼちだ、ほら。いや、いいよ、すごくいい。今日進化させたいからね。よし、行ってみよう。2個目、もしかしたらあれか、野生はそうでもないけど七玉はバンバン出るとか、そんな感じでもないか。あ、そうですか。コロ森田さんですね。はい、港区在住コロ森田さん、出現しましたね。3匹。おお、いいよ。出てくれるかな。ダン、ダンゴロとかのさ、色違い卵から狙えるのかね。まあ出るは出ると思うんだけどね。いや、でもね、ブラックホワイトでね、よく見たポケモンたちがね、やっぱり出てきてくれますね。おお、ダンゴロ来た。つうことはこれ、ここで個体値のチェックも、個体値も生きるし、はい、色違いも狙えると。なるほどね、オッケー。今回ね、色違いで言うと、まあ、レイドバトルでゲノセクト狙って、であとダンゴロですよね、こいつを狙うっていう感じに。おお、チラービーさん、いう感じになるからね。あー、コロ森田さん、もしかしたら今回確率高い説。あ、高いね。ノリでね、コロ森田さんってつけましたけどね、多分今回僕ずっとコロ森田さん、ダンゴロ、コロ森田さんってあいつのこと呼んでやろう、今後ね。はい、669ダンゴロさん。あ、まあ悪くはないけどね。ということはコロモリが3匹、ダンゴロ2匹、エクルミル2匹のチラーミー、マメパト11か。なるほどね。モンメンちょっと欲しかったな。エルフォンがさ、やっぱりさ、高個体値欲しいんだよね。あ、まあいいでしょう。ダルマッカいるじゃん。まあ、ゲノセクトもね、もちろんいるから、ゲノセクトはね、この後ちょっと別動画でね、ちょっとね、ガンガンやっていこうと思うんですけども。ダルマッカか。え、これちょっと嬉しい。え、嬉しくない？だって今までね、全然厳選できなかったからね、ダルマック。こいつ卵期間もしかも決まったじゃないですか。あ、でも明日そういえば厳選できんのか。あれよ、ゴーフェスの振り替えの炎の時間、ダルマック確か出たよね、あの時ね、ゴーフェスの時出てた気がするから。あ、そう思ったら、まあでも高個体値がね、ここに出たらいいなぐらいな感じか。ちょっとサクッていっていこう。よし、倒しました。じゃあ個体値見ていきましょう。はい、ダルマッカー。おいよっと。強い。え、これやってよかったやつ。ほら、色違う。いいじゃない。ダンゴちゃん。うん、通常ちゃん。いや、これ出るかな、ダンゴロの色違い。なんか、前回のさ、1個前のね、謎の存在ウィークの色違いってさ、ペアだったわけじゃないですか、人手間だったじゃん。あれはね、結構いっぱい出たんだけど、あれに比べるとちょっと数がしょぼいんじゃないかなっていうのが正直の今の僕の感想です。まあ分かんない、もうちょっとやってみたらね、違うかもしれないけどね。7玉また終わりました。さっきが9連で、今回が7個かな。うん、ギフトね、もう上限まで開けたんですけどね、残念ながら卵出なかったね。やった、高個体値来た。うわ、うん、高個体中の低個体値。なんだ、エモンが卵いけるじゃん。はい、来た、コロ森田さんですね。はい、港区在住コロ森田さん、実家は、自転車屋を営んでおります。はい、継がずにね、東京の方に出てきたんですね。はいはい、こちら654のダンゴロですね。まあ煮玉もね、そう、ちょっとね間に入ってますけども。はい、アイドだ。
はい、あ、幽霊の幽霊の、いいじゃん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 、高校第一の門面が僕は欲しかったんだ。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、すげえじゃん。さあ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 、結構欲しいやつらがまあまあ出てきてくれてるな。はい、コロ森田さんです。港区在住コロ森田さん、実家は自転車屋でございますが、ご本人は今はですね、ちょっと IT 関連の、企業の方に勤めております。今年で勤続3年目。さあ次は誰でしょうか。おお、だるまか、いいじゃん。だるま源泉今回結構やれんだな、いいね。揺れて誰だ。おお、欲しい。まあ図鑑ちょっと進めたいので、クルミルだけ進化させとこうか、1段階ね。よし、まあちょっとね、もう1段階進化させるのには多分ね、飴が足りてませんけどね。朝からトラックお疲れ様です。あー進化してた。はい、ちょっとね、母子守まではねちょっとね進化できないんですけどね、また飴を集めようと思います。今回からですね、まあ、野生のポケモンですよねの脇も1週間変更になるということで、レイドバトルもね、まあ、もちろん変更となっております。セミー、まあ気にせず行こう。でですね、結構今回大々的に変わってるなという印象がありますね。ということで見ていきましょう。はい、まあ星5ですよね、黒玉伝説レイドはゲノセクトっていうのはもちろん分かっていたと思うんですけれども、それ以外のところだとですね、星4がアロガラと、ムーランドとダストダス、はい、で星3レイドがレパルダス、ガマガル、モロバレルと。はい、なるほどね。まあこれなんか進化後結構パンパン入ってきてくれてるんでね、まあちょっとね、飴が足りないよとか全然見ないよっていう人がですね、ここでゲットするのはありかもしれません。あと星2がですね、ダンゴロ、ホイーガ、ダルマッカ、テッシード、マッギョということで、はい、マッギョはですね、あの PVP とかでね使われるやつですね。なので、まあここで厳選できるのは嬉しいよっていうようなトレーナーさんもいるのかななんて思いました。あとはさっき僕もやりましたけど、ダルマッカね、はい、ダンゴロがここの星2でも厳選できるので、あのでもさっき僕は7玉からも一応生まれたんですよね。もしも今回の期間中に高個体値のダンゴロが欲しいっていう人は7玉も、レイドもね、まあどっちでもチャンスは一応ありますって感じですね。ただまあ、野生でも一応出てるからね、野生の中で拾えたらまあコスト的にはねいいよね、固定コストにねやっぱ厳選したいよね。ラスト星1レイドが、ドッコラ、モンメン、チューリーネ、石住まい、ギアルという感じなので、まあ色違いも狙えるし、あとモンメンですね、ここで、まあ、狙えるけども、どうなんのね、ルフエンポケモンって強いのかね。まあちょっと僕もまだね技とか見てないので何とも言えないんですけれども、まあ普通にね、エルフーンはね可愛いから欲しい。可愛いから高個体値も欲しい。いやマジでさ、あのフォルムはずるいよね。あんなモコモコしちゃったらさ、抱きしめたくなるでしょね。え、31歳だけど抱きしめたくなるんですよね。そんな夜もある、何かを抱きしめたくなる、そんな夜も俺にもある。何言ってんの。今回でもまあもちろんね、新実装のポケモンも欲しいんですけれども、ここにいるポカブとか、まあ、第5世代の御三家、こいつらがまあまあ野生で出てきてくれてるっていうのが結構ミソだなと思いました。っていうのもこの、やつらですね、こいつら第5世代の御三家まだコミュニティで来てないんですよね。まあでも今までのサイクルとだいぶちょっとね、最近なんかちょっと様変わりしてきちゃったので、もしかしたらね、あの思ってたよりももっと先になるかもしれないんですけれども、まあこいつらもねコミュニティデイが来るということは、まあ僕はほぼ確定というふうにね、思っていいのかななんてね感じなので、今回のこの、イベント期間にですね、高個体値とかを、いるか、取れたかどうかだけ一応チェックしておいた方がいいかもしれません。はい、そんな感じですかね。はい、ということで本日から1週ウィーク楽しくプレイしていきましょう。ゲノセクトもね、今日からレイドバトルで登場しておりますので、こちらもね、まあぼちぼちやっていこうと思います。まあゲノセクトに関してはちょっと別の動画でお届けしようと思いますので、よかったらそちらをご覧ください。それでは今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。